過去に実は刑事罰を食らう可能性についてヒヤッとするようなことも、まあ、ないではなかった。はい、こんにちは、玉田慎太郎です。今日もですね、まあ、私のこの20年ぐらいのビジネス実践経験に裏打ちされたこう血の通った知識をどんどん言っていきたいと思うんですけれども、まあ、ビジネスやってるといわゆる法律知識とかって結構特に営業とか事業開発とか交渉する人だったら大事だし、そうじゃなくても最近コンプライアンスって言ってね、法律守ったり、まあ、法律だけじゃなくていろんなことを守っていくっていうのが当たり前になってると思うんですけれども、法律とか裁判とかに関わる大きな話として民事と刑事っていう話があります。で、民事っていうのは言ったら結局損害賠償とか、民事っていうのはね、どんなに訴えられたって結局ね、お金で肩がつく話なんですよ。言うたら金の問題というところなんですけども、刑事っていうのは牢屋に入れられたりするわけです。お客さんと揉めて損害賠償をくれとかっつって、裁判になるとか、それはまあビジネスだから民事の裁判っていうのはしょっちゅう実は、まあ、そこそこ以上の規模の会社だってあったりもすると。普通にサラリーマンしてても実は刑事罰を食らう可能性があるということも、皆さんちょっと特に一部の業界の皆さん、ネット業界のシェアが高い有名企業にお勤めの皆さんはちょっと注意した方がいいかなと思って、民事っていうのは結局お金のことだし、サラリーマンでやってる以上お金の損害賠償を受けたからって個人としての損害賠償の責任を負うことってほとんどなくて、その損害賠償って結局会社が払うんで、めちゃくちゃな損害賠償が来てせいぜいそれで会社が倒産するぐらいですよ。会社が倒産してもしかしたらクビになって違うところの転職活動しないといけないかもしれないけど、どこまで行ったって本人が過去遡った給料を返してくれとか牢屋に入れられるってことは、まあ 99% のサラリーマンにとってはあんま関係ない話なんですけども、まあまあ僕みたいにですね、スレッカラしていろいろ20年ぐらいビジネス経験やってると、過去に実は刑事罰を食らう可能性についてヒヤッとするようなことも、まあ、ないではなかった。まあ別にごめんなさい、僕主観的に悪いことしてるつもり全然ないんですけども、そういう前提でちょっと今日は語らせてもらいたいなと思います。で、刑事罰を普通のサラリーマンがうっかり刑事罰を食らいかねないような典型的な、破りそうな法律、独占禁止法と言います。独禁法って略されてもするんですけども、まあ、独禁法っていうのは趣旨で言うと、こう世の中特にね、市場経済のこの資本主義の日本とかアメリカとかこういう国は企業と企業が健全に競争し合う、これでいい製品ができたりいいサービスができたり値段が下がってたりして世の中全体が豊かになると。だから健全に企業同士が競争すべきだということがもう大前提の社会全体を裏打ちする世界観になってるんですけれども、まあそうは言っても昨今の例えばGoogle とかさ、GAFA ね、Google、Amazon、Facebook、Apple とか、こういったところとか、まあ、最近でも例えば楽天の送料無料の話がどうなんだみたいなのも、典型的な実は独禁法まだだったりするんですけども、まあ僕も過去にですね、いろいろ僕の、まあちょっと今日は結構いろいろある差し障りがあるので名前出さないですけど、こういう名刺出さないですけども、まあいろんな意味でシェアが高い、会社にいたこともあるんで、そういった会社の中で取引先とかね、いろんな、ところと交渉していくときに、非常に一方的に、オタク、じゃあこれが飲めないんだったらオタクの取引、オタクとの取引は打ち切りですとかってスパッて、まあ交渉だと思って、これは対等な交渉だからそれぐらい言ってもいいだろうと思ってスパッて言ったことがあるんですね。クレームが上がったんですよね。で、タバさんぜひちょっと一回ガツンと言ったってください、あいつにと。で、わざわざその会社に行って言いに行ったんですけれども、こういうのは典型的に後から振り返ると、でオタクこのルールの通りに取引できないんだったらうちからの取引打ち切りでいいよというふうに通告しに行って、まあ、そこはもちろんやめますってことになったんだけども、でその時は全然僕は悪いことしてない、悪いことしてる意識が全くなかった、私利私欲でやってるつもりは全くなかった、日頃からずっとみんなが当たり前と思ってるルールの中で競争するということなんだけども、このルールっていうのは別に明文化されてるもんではなくて、みんなが空気読み合ってここでやっときましょうねっていうことだったりもするわけなんですけども、実は普通の会社じゃなくてシェアが非常に高い会社を背負ってやってると、そういうことを言いに行った時に、実は独禁法でいう優越的な地位の乱用みたいな、優越的な地位っていうのは、それは要は強い立場ってことですね。平たく言ったらその乱用っていうのは乱れに用いると聞いて書いての乱用なんだけども、強い立場を振りかざして自分を競争から排除することで、その世の中に対して世の中全体の、ね、競争を阻害しているということも言われかねないみたいな、まあ、例えば、まあ、一般論で言うと、よくねゼネコンの建設会社の営業部長とかが談合して、談合っていうのは、まあ、要は営業マン同士が集まって、ガチンコで競争せずに、今度のあの案件はじゃあお宅 A 社さんでお願いしますと、ただ A 社さん今回うちは譲るんで次のあの仕事はこっちくださいとかってことをお互いに回し合って
ガチンコでやったら値下がりしていくじゃないですか。そうならないようにこう入札する時とかの金額をいじったりすることなんですけども、そういうところでそういうことやると当然それも法律違反なんで手が後ろに回ってまず捕まります。で実際にゼネコンの営業部長とかで談合とかで個人として刑事罰受けてる人は結構過去にも何人もいるはずだと思います。あるいは当然アメリカとかだともっと厳しいから本当にそれで刑務所入ってるような服役してる人もいます。コンプライアンス研修の一環として、独禁法について学ぼうということになったんですけども、独禁法について学ぼうと思って学んでると、あれってこの前の俺があそこに半年前ぐらいあの会社にクレーム言いに行って俺乗り込んで言いに行ったあれってまずかったんじゃねえのみたいな。しかもゲゲゲゲと思ったのは単に法律違反だというだけじゃなくて、会社として法律違反になるだけじゃなくて一個人としても刑事罰を食らいかねないような法律違反になると。もう一番僕日頃からさ、会社のためになんか働かない方がいいよって言ってるけど、こんな僕でも実は会社のためにですね、ある意味会社のためだってそんなこと言ったって俺個人にとって何のメリットもないし、会社の仕事として やってただけなんですけども、独禁法違反になって優越的な地位の乱用と、いろいろ罪にもよるんだけど最大で5年以下の懲役とか、独禁法違反だと食らいかねないというところで、もうこの愛する家族と離れて、まあわかんないし現実問題で執行猶予つくのかもしれないけども、なんだよ俺そんなリスクまで取ってたのかねよということを気づいて愕然とした覚えがあります。で会社なんでそれでもし最悪その会社潰して倒産させてもまだいいかもしれない、また別の会社作ったっていいわけですよ。ところが個人として牢屋に入れられるなんてリスクがあった瞬間にやっぱり金勘定じゃないよねっていうふうになるんで、ちゃんと独禁法をね、俺で独禁法で刑事罰がいけないと言ってるわけじゃないんだよ、誤解してもらえない、いけないと言ってるわけじゃなくて、独禁の趣旨にはそういうふうになってるっていうのは、それぐらいまあ役員や営業部長とかそういう会社を代表する立場として会社を意思を持って振る舞うっていうのはそれぐらい実は重たいことなんだっていうところと、まああえて一個人として牢屋に入れられるリスクを取ってまでちょっと査定が良くなったりさ、営業目標を達成されるかもしれない、しょうがないでしょっていうところなんで、そういうところはね、コンプライアンスっていう、コンプライアンスは会社としてコンプライアンスを守るってことは当たり前なんだけども、個人として割に合わない不当な要求は跳ねつけると、当たり前だけど法律守ろうみたいな、横領とかだったらいけないことしてるっていう認識があってだからやめとこうっていうのは当たり前だと思うんだけども、独禁法とか実は粉飾決算っていうのは真面目な人ほど自分個人としては悪いことしてるっていうつもりがなく会社としてやるべきだと思うんでやってるみたいなことの中で、実は気がついたら自分個人が牢屋に出かれられないような悪いことやってたっていうことが案外ある、あり得るケースなんで、ぜひ皆さん注意をしてください。まあなかなかこういう話もですね、本当に会社のコンプラ研修とかでも出てこないし上司とかも言わないようなことだと思うんで、皆さん個人にとって特に得になるようなことというところであえて言わせてもらいました。まあ、こんな形でですね、単なるべき論とか知識だけじゃなくて、まあ、20年いろいろ切った張ったやってきた経験を生かしてだからこそ言えるみたいなことをこれからも言っていきたいと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。あ、これは別にいいです。これで特に1億5000万とかの相続税対策したいお金持ちが1億円以上のタワマン買うと、タワマンの中で土地の比率ってすげえ少ないからすごい相続圧縮できるんですよ。それを気づいた住宅マンション評論家がタワマン節税とかって証拠まで取っちゃって、で嬉しそうに本で書きまくったから、今度そうすると新聞とかもなんかそういう富裕層の税の抜け道になっててけしからんとかっていうことになって世論が盛り上がってそこ塞がれちゃったんですよ。でそれで何が起こったかって業界から大ブーイングで、あいつ自分の本とか売りたいからそれは商標まで取ってタワマン節税とかって新聞の下に出版広告と本の広告とか出まくって、で嬉しそうにそんなこと言うから